こんにちは、スタイリストの大山俊です。いやー、寒いですね。今現在9時ぐらいなんですけども、今日はですね、こちら皆さんこれもう見て分かりますよね。ユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシング自由が丘店に久々にお邪魔してるんですね。前回に来たのが9月頃だったので、もう3ヶ月以上間が空いてるかなと思うんですが、今日はですね、これから皆さん何の時期だか分かりますよね。そうです、セールですよね。セールってすごくありがたいんですが、結構いろんなものが一斉にセールになるので、何買えばいいのかわからないという方も多いかなと思うので、今回はこちらのグリーンレベルさんの店内でもうこれは買っておいて間違いがないというものをですね、5点に絞り込んで皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。僕としても初めての試みではあるんですが、ちょっとどんな形で皆さんに良いものをご紹介できるのか、今からワクワクしています。ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでちょっと店内の方に移りましたね。久々ですね。ちょっとね、見ていただきたいんですね、皆さん全体像を。ほんとね、冬物が満載で、今ねちょっと買うべきもの、何からちょっとね触れていこうか迷いますが、まずやっぱり冬といったらメインはアウターじゃないですかね。これね、チェスターコートっていうのはもうメンズにとっては欠かせないですよね。僕らこう30代、40代の大人世代にとっては、着るだけでちょっと綺麗に見えて大人感が出るので、これぜひ皆さんチェックしていただきたいんですが、チェックしていただきたいと言いながら、このチェック柄というところがね、ちょっとやってしまった感はありますけども、なかなかこの柄の雰囲気いいですよね。先日ご紹介したチェスターコートは、ちょっとサイズ感が緩めで無地だったんですが、そこにちょっと柄を追加することで、だいぶですね、こう動きが出るというか、1枚できた時のインパクトがあって、なおかつ柄自体はそんなにこう強くないので、遠目で見るとそんなにこう主張がないので、このチェック柄はなかなかいいんじゃないですかね。これはちょっと後ほど改めて着てみたいと思います。はい。なんかサイズ感もこうワイドに振りすぎてないのが使い勝手良さそうですよね。いいなぁ。ちょっとオレンジのね、マフラーなんか刺すのもいいですよね。結構この時期はチェスターコートってこう、ね、首元が開くので、ちょっとこう、マフラーとかでね、この間を、隙間をですね、埋めてあげたりだとか、ちょっと色合いを足すのもいいと思うんですよね。結構素敵なマフラーたくさんありますよね。なんかチェック柄も色々とありますが、こういったブルーとホワイトが混ざったようなものも綺麗ですし、あとはね、今季はこういったパープル系なんかもね、いろんなニットとか、こういった小物でも増えてるんですが、ちょっとこういった色を差してあげるのもいいと思いますね。特に、チェスターコートとか、コート系が無地の場合は、マフラーでちょっと柄物とか色を足してあげると、バランスがいいのかなと思います。こういったコートが柄だったら、やっぱりこうマフラー自体は、あんまり柄が強くない方がいいので、今こちらにしてるような、こういった、単色のもので、表と裏でちょっとね、色合いが違くてグラデーションになるようなもの、こういったものがね、使い勝手いいかなと思うので、後ほどコートと一緒にね、合わせてみたいと思います。他にもね、たくさん小物ありますよね。ここら辺はもう定番のオールマイイージーパンツね。これも使い勝手良くて、ガンガン履いていますね。このあたりも、おすすめなんですが、まず一つ目はこのコートね。はい、セール価格で 30% オフになるので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。はい。続いてですね、こちらのゾーン見ていきましょうか。ボトムスですとか、あとニットが並んでいますね。この中で気になるのは、こちらのニットですね。もうなんだかんだでやっぱりニットは、秋冬のトップスの中では一番使い勝手がいいんじゃないのかなと思うんですね。その中でもこれは厚みは結構あって、ちゃんとですね、これから冬の時期に活躍するようなしっかりめのニットになっていますね。で、首元はちょっとモックネックで高さがあるんですけども、そんなに高すぎないので、なんかね、着づらさみたいなところもなくて、これめちゃくちゃいいですね。色もこうちょっとね、これから1月になったら春っぽさというか、暗いだけじゃなくて明るさも入れていきたいなというところで、ライトグレーもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。表面のこの凹凸感も含めて、なんか平坦にならない感じがめちゃくちゃ良さそうですね。ニットのカラー展開が、ライトグレーとちょっとこうネイビーとか、なんかブラウンからボルドーっぽい感じの色ですかね。これもなかなか季節感あっていいですね。ワインという表記ですね。これも素敵ですね。まあ、どの値の色をチョイスするのかは結構ですね、悩みどころではあるんですが、ちょっと変化球のワインか、まあ、ライトグレーね。こちらが個人的には一押しですね。はい。多分春先ぐらいまで着れると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。これも後ほどね、まあ、全体着た感じはどうなるのかはですね、皆さんコーディネートでお見せしたいなと思うので、楽しみにしてみてください。30% オフですね。はい、いいですね。あ、グローブとかもいいっすね。これはちょっと、余談的な感じなんですが、あ、いいっすね。こういうなんか、ね、手袋とかそういったものまでちゃんと凝ってるとね、なんか、おしゃれな感じしますよね。ちょっとこう手の内側には素材、違ったものを使っていて、雰囲気いいですね。いいなぁ。いろいろとね、なんか、全身が買い揃えられるので、グリーンレーベルさんの店内、いいですよね。はい。じゃあ今度はですね、奥の壁面の方見ていきましょうか。こっちもいろいろと並んでいますね。いや、カーディガンとかもいいですよね。ちょっと個人的にはカーディガン、今着たい気分なんですよね。なんか薄手のカーディガンみたいなものではなくて、少しこう、しっかりとした厚みのあるカーディガンなんか、最近着たいなと思うんですよね。ちょっとこういうね、起毛感があるような感じの、はい、ニット。いいっすよね。この、なんだろう、色。パープルか。今年らしい色合いですね。こういうのを着て、その上に、ね、ロングコートとか、ダウンなんかも良かったりするので、これも 30% オフですね。めちゃくちゃいいっすね。こういった旬なカラーこそ、なんかセール価格で気軽に買えるのはいいかなと思うので、このパープルいいなぁ。個人的に欲しいし、あとこれちょっとウェブで見て気になったんですけど、こういうチェック柄も可愛いっすよね。これもいいなぁ。ちょっとこれも後ほど着てみたいですが、こういったカーディガンで少しね、起毛感あるようなものもおすすめなんですが、僕がね、特に気になったのは、パーカーですね。僕パーカー大好きなんですよ。本当にいろんなもの持ってるんですけども、こちらのパーカーめちゃくちゃいいっすよね。はい。色はですね、オフホワイトなんですね。まあ、パーカーというと、なんか大人見えするとこで言えば、ブラックだとかダークグレー。この辺り、まあ、これもいいっすよね。これもめちゃくちゃいいんですよ。僕はダークグレーのパーカー大好きで、いくつか持ってたりするんですが、この色合いもすごくいいんですが、ちょっとこう、綺麗なね、ホワイト系、オフホワイトの感じで、コートの内側に着てあげるとかもすごくいいと思うんですよね。先ほどのチェック柄のチェスターの内側とかに着てあげても、なかなかバランスいいかなと思うので、これはちょっとね、要チェックアイテムかなと思います。ギザコットン使ってるんですよね。表面の雰囲気も非常に光沢感があって、パーカーというカジュアルなものなんだけども、素材感は美しいというところでは、非常にね、仕上がりがいいんじゃないのかなと思いますね。これいいなぁ。ちょっとね、全身コーデができそうな感じしますよね。はい、パーカーがあって。うん。他にはどうですかね。こっちの壁面行ってみましょうか。いろいろありますね。ああ、なるほどね。まあ、ジャケットもね、なんだかんだで使い勝手が良くて、例えばですね、このあたりのジャケットですね。もうほんとベーシックなネイビーのジャケットなんですけども、こういうのって、まあ、正直こう、一回買えば、その3シーズンぐらいいけるんですよね。冬いけますし、あとは春、秋もいけるので、まあ、真夏以外は使えるんじゃないかなっていうところで、ベーシックなアイテムほどセールで買っておくといいかなと思いますね。これも 30% オフになるので、ネイビーのジャケット。まあ、パンツもね、あるので、セットアップで組んで、ビジカジからちょっと綺麗めな私服まで、いろいろと使えるかなと思うので、このあたりはね、持っておくのもいいと思いますね。ほんとなんか、こういったビジカジ系から、綺麗めの私服で使えるようなアイテムっていうのは、なんだろう、トレンドに思いっきり左右されないので、しばらくは使えるかなと思うので、このあたりがセール価格になるのは、かなりありがたいですよね。はい、いいなぁ。ネイビーのジャケットね、もう、鉄板ですよね。皆さんもちょっと、このあたりはチェックしていただきたいですね。その流れで、ボトムスもいいっすね。ああ、なんかグレーのパンツって僕好きなんですよね。まあ僕ってなんかブラックのパンツを選んでるイメージを持ってる方多いかなと思うんですが、結構グレーのパンツも大好きで、なんかね、こう、トップスとかアウターがブラックとかそういうものを選ぶことも多いので、そういう時にこう、ね、ボトムスがグレーだと結構つながりがいいんですが、こちらは結構チャコールグレーぐらいの色合いなんですけども、柄がですね、細かな千鳥格子が入っていて、こうペタッとして見えないんですよね。このあたりも秋冬らしい雰囲気が出ていて、なかなか素敵じゃないかなと思いますね。で、前から見ると普通にね、こう綺麗なボトムスのイメージなんですけど、後ろから見るとこのようにですね、こう伸びるようなゴムが入ってるので、まあ着用もしやすいってところで、ビジカジからこれはカジュアルまでいけるので、一本あるとすごく便利じゃないですかね。例えばまあダウンとかを着るときに、こういったボトムスをグレー系にして、少しなんか綺麗な雰囲気も漂わせるなんかもいいかなと思うんで、これもちょっと後ほど着てみたいと思います。こちらも 30% オフですか。めちゃくちゃいいですね。いやー、欲しいものが満載ですね。はい。ということでこっちも色々見ましたが、あとはですね、小物も色々ありますね。マフラーもね。魅力的なものがたくさんあります。このあたりも色味綺麗ですね。どうですか皆さん。すごいな。色合いいいですね。なんかこのあたりで差し色をね、取り入れるのもいいと思いますし、まあ、最近はこういったダウンマフラーみたいなものもね、結構増えていて、これをですね、あえてこういう綺麗めなコートに入れるっていうのも意外とバランス良かったりするんですよね。スポーティーなダウンマフラーと綺麗めなコートっていう合わせもすごくいいので、これもね、僕はおすすめできるアイテムの一つかなと思いますね。いいですね。あとはこっち行ってみましょうか。シューズね。シューズもまあまあいろいろとありますね。まあ、ジャーマントレーナーはね、もう何十回も触れたようなアイテムなんですが、まあ相変わらずいいですね。これがありつつ、ちょっと気になるのが、これですね。サイドゴアブーツと言ったらいいのかな。こういった紐がなくて、まあ、サイドの部分にこうゴムがついていて、着脱が楽という形の、まあ、ブーツなんですけども、これ、重量感って動画ではなかなか伝わらないかなと思うんですけども、めちゃくちゃ軽いんですよ。僕もサイドゴアブーツ大好きで、何足も過去に買ったことがありますが、僕の持ってる、もののイメージとは全く異次元の軽さですね。めちゃくちゃ軽い。で、ね、この裏面、それの部分見てもらうと、まあ、ちょっとスニーカーライクな雰囲気になっているので、まあ、従来のこうね、クラシックな感じの、ブーツではなくて、ちょっとスニーカーとの融合した感じが、なかなかかっこいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、素材はスウェードタッチ、まあ、スウェード調という感じのものなんですが、ほぼ見え方としてはもうスウェードに近いので、これはなんか秋冬の足元のね、一つのアクセントとしてはすごくいいかなと思うので、後ほど履いてみたいと思います。まあ、こんな具合でですね、結構素敵なものがたくさん見つかったので、ちょっとね、今触れたアイテムで、僕が実際に着替えてですね、皆さんにコーディネートをお見せしてみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？なかなか雰囲気いいんじゃないですかね。まずはですね、一番上に着てるこちら、チェスターコートですね。これね、やっぱり雰囲気いいですよね。まあ、先日ご紹介した無地もいいんですが、まあ、結構皆さんネイビーだとかブラック系の無地はお持ちかなと思うんですが、次の一着としてはこのような上品なチェック柄の入ったものですね。すごく動きが出るので、1枚着るだけでおしゃれに見えるんじゃないのかなと思います。意外とチェック柄も遠目から見るとそんなに主張が強くないので、これだったら皆さんもですね、気軽にトライしやすいかなと思うんですね。今僕が着てるのは M サイズですね。身長164センチ53キロで M サイズ。ちょっと緩めのサイジングで着てあげるとカジュアルではいいかなと思います。まあ、これぐらいのゆとりがあれば、後でお伝えしますが、まあ、セットアップですね。セットアップを着て、その上にこのようなコートも着れるかなと思うので、オンオフ兼用できるというところでは、すごく使い勝手もいいんじゃないのかなと思いますね。すごく気に入りました。そしてその内側ですね。このニット、なかなかいいですよね。ライトグレーのニットで、このあたりもすごく雰囲気がいいですね。まあ、コート自体の色が結構ですね、秋冬っぽいですね、濃い色なので、その代わり内側はこのようなライトグレーですね、入れてあげると、少し明るさを出せるので、着こなしが華やかになるかなと思いますね。まあ、チャコールグレーとライトグレーということで、まあ、グラデーションで合わせてあげると、すごくバランスがいいんじゃないのかかなと思いますね。このニットは使えますね。襟元も結構モックネックと言いつつそんなに高くないので、これぐらいがやっぱり着ていて違和感がないので、個人的にも使い勝手いいなと思いましたね。表面の凹凸感も含めて完璧な仕上がりです。ぜひチェックをしていただきたいなと思います。で、ボトムスは、先ほども触れましたが、オールマイイージーパンツですね。ブラックで引き締めるという形で、このコーデだったら結構簡単に、再現しやすいかなと思いますし、あとは足元もぜひ見ていただきたいんですが、こちらですね。スエードタッチの着火ブーツですね。足元、いつもだったら、これで白レザースニーカーとか、ジャーマントレーナーを履いてしまいがちなんですが、ここをですね、ちょっとブーツに変えてあげることで、かなり大人っぽくて上品な雰囲気になりますね。ちょっと久々にこういったものを履きましたが、このようなチェスターコートと、サイド側ブーツ、すごく相性がいいですね。なんかこういったスタイルも、僕の今のね、年齢にはすごく合ってきてるのかなと思って、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいですね。とにかく軽くて、歩き心地もいいので、そのあたりも含めてですね、従来のブーツ感はないので、ぜひ皆さんもね、スニーカー感覚で履けるかなと思うので、チェックをしていただければなと思っています。ちなみにですね、今は、このような形でマフラーとかしてないんですが、ここにマフラー入れると、どんな感じになるのかなということで、ちょっとですね、実際に巻いてみますね。はい。ちょっとこちらに鏡があるので、グリーン系のちょっとね、マフラーを用意しました。先ほどね、マネキンにかかっていたものなんですが、ちょっとこれをかけてみますね。はい。こんな感じでいかがでしょうか。ちょっとこっちに移動しますね。はい。この色味もいいですね。なんかグリーン系の色味なんですが、すごく落ち着いているので、差し色になりつつ、かといって派手になりすぎないというところでは、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。首元がちょっとこう、チェスターコートって開くので、この部分を埋めてあげることで差し色にもなりますし、なおかつ首元が暖かいので、冬にも対応できるので、こういった形で大人っぽく合わせてもらうのもいいと思いますし、無地系もいいんですが、ちょっと大胆にですね、思い切ってチェックのコートに対してチェックのマフラーはどうなのかなということで巻いてみたいと思います。結構色合いが綺麗だなと思って、これもね、ありなんじゃないのかなと思うんですよね。先ほどのマフラーよりも結構ボリューム感があるので、これどうすか？この着こなしも個人的には好きですね。なんか華やかなね、ブルーとかブラウン系のね、柄物なんですけども、同じチェックでもチェックの大きさとか、色の雰囲気を変えてあげれば、意外と相性いいんじゃないのかなと思いましたね。このマフラーだったら、もちろん無地のチェスターコートとか、そういったものにも合うので、なかなかこのマフラー気に入ってしまったので、こういったコーディネートもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のコーデなんですが、先ほどご紹介したこちらのパーカーですね。これを内側に着てるわけなんですが、色合いがすごくいいですよね。オフホワイトということで、春らしいカラーと言ったらいいでしょうかね。本当にね、着こなし全体がパッと明るくなるので、アウターがブラックだとかネイビー、ダークグレーのような濃い色でも、こういった内側が明るいことで、だいぶ着こなしが華やかになるかなと思うので、これは1枚持っておくとすごく便利かなと思いますね。パーカーというカジュアルなアイテムなんですが、素材の質感ですね。ギザコットンを使っているので、表面にね、ちょっと微光沢があって、すごくね、上品な雰囲気が漂うので、このあたりも含めて大人の男性に適したパーカーなのかなと思いますね。これを使いながら、内側にはですね、ちょっと首元が開くので、シャツですね、ストライプ柄のシャツを入れました。襟元から覗かせてあげたりだとか、あとは裾の部分ですね、ここからちょっと見えてあげると、ちょっと気の利いたレイヤードスタイルが取り入れられるかなと思います。そしてボトムスですね。こちらはですね、先ほどご紹介した、ダークグレーに千鳥格子が入ったような柄なんですが、これまた使い勝手がいいですね。今っぽいですね、少しゆとりのあるようなシルエットではなくて、あえてですね、ジャストサイズのものを選びましたが、やはり大人の男性にはこういったベーシックなサイズ感もすごく使い勝手がいいかなと思いますね。特にグレー系って失敗するとやぼったく見えるので、このような細身を取り入れてあげると、意外と使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。遠目で見ると、ほとんど単色に見えるんですが、近くで見ると柄の雰囲気がちゃんと伝わるというところ、このあたりが本当に肝なのかなと思ってまして、使い勝手が良さそうかなと思っています。そしてその上に来たのがこのディクロスダウンですね。先日ご紹介したアイテムなんですが、パーカーとこのような襟元がスッキリとした、こちらは通常の襟型なんですが、こういったダウンとパーカー非常に相性がいいので、ちょっとね、襟をちょっとこのフードを出してあげるだけで、着こなしのレイヤーが楽しめるので、こんな合わせも非常にいいのかなと思います。これだったらですね、初詣とか十分に楽しめるようなね、ちょうどいい暖かさを保ったコーデかなと思っています。で、足元なんですけど、ちょっと僕の中では意外性があるんですが、これコンバースなんですよね。なんかスニーカーとモカシンがですね、融合されたような雰囲気で、これまたですね、非常にこう、グレー系のパンツとベージュからブラウンぐらいのね、色味が非常にこう、よくマッチするので、なんか今っぽくていいかなと思いました。ぜひこのような着こなしも試していただきたいんですが、上に羽織るものは今はこういったダウンなんですけども、先ほどご紹介したようなチェスターコートですね。そういったものでも相性がいいので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい。ということで、コートに着替えてみました。先ほどのチェック柄のコートを着ても、パーカーとの相性めちゃくちゃいいですよね。このようなコート自体が結構綺麗めなので、その雰囲気をパーカーが持つカジュアルさで少し馴染ませてあげるのもいいかなと思うので、このような着こなしにも使えるので、かなりパーカーも1枚あるとこの時期には使い勝手いいんじゃないのかなと思います。ぜひ皆さんもね、こういった着こなしも含めてトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラストですね、3つ目のコーデなんですが、このネイビーのセットアップを使ったコーデなんですけども、こういったアイテムというのはもう季節を問わずですね、秋、冬、春、3シーズンは使えるので、このセールの時に買っておくとすごくいいんじゃないのかなと思います。もう本当にベーシックなサイズ感で、ジャストサイズですね。僕の場合これは上下とも S で揃えたわけなんですが、こういった短地でも使えるようなアイテムは、なるべく大きくしすぎない方がバランスよく様々なシーンでも使いやすいのかなと思います。こちらは素材はポリエステルなんですけども、ウール見えするような上品なタッチになってまして、このあたりはね、すごく使い勝手がいいかなと思います。実際にこう洗濯機でも洗うことができるので、しっかりとケアのしやすさと、あとは見た目の良さというところが両立しているようなアイテムで、すごくね、これはベースとして使いやすいなと思います。内側はですね、様々なものが合いやすいかなと思うんですが、今時期だったらちょっとこう薄手のですね、こういったモックネックのニットですね。こちらもセール価格になっているということで、非常にいいかなと思うんですが、オリーブカラーなんですね。オリーブの中でも少し明るさがあって、こういった形でジャケットの内側をね、彩ってあげるのもバランスがいいかなと思いますし、もうちょっと季節が進んだら T シャツですね。無地の T シャツと合わせても鉄板で合わせやすいかなと思うので、このセットアップはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。今足元はですね、白系のジャーマントレーナーですね。このあたりで少しカジュアルな雰囲気を出していますが、ローファーなんかでもいいと思いますし、このあたりのね、靴を変えるだけでもだいぶ印象が変わると思うので、様々な着こなしが想定できるこのようなセットアップですね。ぜひ皆さんもこの機会にですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか？今回の動画では、グリーンレーベルさんの冬のセールですね。その中からおすすめのアイテムを5個、ピックアップして皆さんにご紹介させていただきました。途中脱線しながら5個以上になってしまったかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、実際にお店に行ってですとか、あとはオンラインの方でもチェックができますので、今日ご紹介したアイテムですね、一度見ていただければなというふうに思っています。その他にもいろんなものがセールになっていまして、この時期にですね、コツコツと冬のアイテムを買い揃えると、非常にですね、これからの時期、着こなしが楽しめるかなと思うので、今回の動画、ぜひ参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすくですね、解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。